試合後の会見で平本が語ったこと、エンジェルシャンパンプレゼンツライジンランドマーク4 in 名古屋、11月6日、愛知、ドルフィンズアリーナイコールアベマで全試合完全生中継、メインイベントライジン MMA ルール、5分×3R、70キロ。メインイベントでは平本蓮、ルーファスポーツ、ガイアマスドミネーターサトシ、チーム SOS と対戦。終始、打撃で圧倒し3対0の判定勝ちを収めた。平本は MMA での戦績を2勝2敗とした。試合後の記者会見での主な一問一答は以下の通り、率直な感想は。まあこんなもんす、骨折という不安要素もあったので、それが集中力を高めてくれた。怪我の功名、過去一番落ち着いてできた、試合を楽しめた、自分から焦っていくんじゃなくて、自分のタイミングで、焦らず戦った。MMA を楽しめた、ストライカーの塩漬けができたんじゃないかと、ドミネーター選手の印象、再作していた通り。足跡、側関節、も狙ってくると聞いていた。問題なく進められた。壁際に押し込まれた時に、絶対テイクされないなと。蹴りとかパンチは変則的でタイミングがずれてきていたが、読めたので、相性がすごく良かったなと、今後の展望、目標は、やっと勝利が 50% になった。ここから勝ち越して UFC のチャンピオンになりたいと思います。メインイベンターの責任は感じた、試合ができるかできないかとなった時に、楽しみにしてくれていたファンのツイートとか目にして、平本蓮を信じる、と、これはやるしかないなと。会場がホームに感じました。試合も終わったので、怪我の詳細は、左足の人差し指の根本が折れていた。レスリングの練習はできなくて、そこは不安要素だった。岩崎、達也、先生とやってきた空手を信じて、本番で知力が出るかなと、大晦日のビッグイベントへの思いは、今日の試合で足が折れちゃったので、同じ箇所が折れてしまって、頭痛、じゃないんですけど、わら。診断書もあるんで、ゆっくりしようかと、ダウンしても追撃をせず、立たせた。あれが、ストライカーの塩漬け。ストライカーの塩漬け、今後も自分の軸となる塩漬けです。流行るんじゃないですか、試合後のドミネーター選手との会話は、それは秘密です。自分を信じてやれたのも良かったですし、子供の頃から色々な試合をしてきて、試合前に祈るということは初めて。勇気を持って戦えました。それもイヤマス選手のおかげです。そういうようなことです。